隊は、幕末期にイギリスに派遣された5人の長州藩士、いわゆる長州五勝の面々を写した写真からです。長州五勝とは、井上薫、日光当時28歳、遠藤金助、同27歳、山尾養生、同26歳、伊藤博文、同22歳、井上勝、同20歳の5人。彼らは、攘夷運動が活発化する中、西洋文明の実像を知るべく、1863年、国禁を犯して、肥沃に経由でイギリスへと渡り、ユニバーシティカレッジロンドンなどで学びました。この5人のグループは、長州ファイブ、著書ファイブとして、ロンドン大学にも顕彰碑が建てられています。今回ご紹介する写真は、英国について1ヶ月後、洋服が仕立て上がってから、現地の写真館で撮影されたもの。翻訳元では、5人の帰国後の経歴も合わせて紹介されており、偉人たちの実行力に、驚きや称賛の声が寄せられていました。